前田殿も。毎度岩本でございます。今回の動画は6月2日エスコンフィールド北海道で行われました日本ハム対 DeNA、その試合の模様をお届けしたいと思います。3連戦の3戦目ですね、ファイターズから見て2連敗で迎えているこの試合ですけども、結果9対2ファイターズの勝利です。打ちに打ちましたね。そしてトピックスで言うと、プロ初勝利掴み取ることができました福島蓮、こういうヒーローも生まれております。ラインナップ1番水谷、あ、売り出し中ですよ、何回も言いますよ。2番松本剛、3番郡司、4番マルチネス、5番田宮、6番万波、7番水野、8番野村、9番上川畑、このラインナップでスタートしましたけども、先発ピッチャーが福島蓮、そしてベイスターズは大貫、結果福島蓮プロ初勝利、うん、おめでとう。7イニングを投げ自責点に、もうクオリティハイクオリティスタートを手に取ることができましたね。はい、ランナー抱えてもダブルプレー、野手もしっかりと守備力で彼を支えながら、はい、プレーボール先頭打者フォアボールから始まった試合でもこうやって打線の援護とともに彼に勝利をつけたと。まあ今までもね、いい投球してたんだけど勝ち星がつかずに、普通だったらそのままへこんでしまっていくような今までの時系列なんですけど、彼は今日も福島蓮のピッチングができましたね。大したもんですよ。三振こそ今日は、1個か結局、もう少なかったんですけども、やっぱりカウントを優位に立った時に次のボールを仕留めに行っているっていうところ、これね、大きな違いなんですよ。かわしてアウト取ろうというピッチャーと、仕留めて三振取りに行くような、それはバットをへし折ろうとか、仕留めに行くピッチャーと、ボールの質は大きく変わりますからね。逆にベイスターズの大貫は、コントロールもよく、オーバーハンドのピッチャーですけど、ツーシームを駆使しながら、ベース板を横に広く使い、すごくバッターをかわすのがうまい。でも、かわすだけだとバッターたちは怖さを覚えないんで、踏み込みが強くなりバットに当たる、その先ヒットになる確率も上がるということなんです。大貫これで言うと2勝7敗7敗するようなピッチャーじゃないと思うんだけどね。まあそれをいいとしても、ファイターズ打線今日よく打ったよ。9対2のスコアの中に2回は2アウトから水野がセンターオーバーのスリーベースやんか。で野村 J がレフト前にもう追加点やんか。イニングの中で複数の得点っていうのは結構重たいんですよ。序盤であってもね、1点っていうのはなんかすぐに追いつけそうな、そういう気持ちになると思うね、相手チームもね。でも2点っていうところで、ワンチャンスからランナーいてからの一発とか、ただただワンチャンスだけじゃそれはものにできない、でもワンチャンスでもものにできる得点、こう微妙な空気を持ってるのが、複数の得点ということかな。で3回の表に福島も、犠牲フライで1点を失うんですけども、これは1点で収まった。で取られた得点はすぐに取り返したいファイターズ打線が3回の裏、水谷がツーベース、レフトへのツーベース、あとで VTR 見たらホームランやったね。ホームランやったけどもリクエスト出なかったから、結果インプレーのツーベースヒットになった。で送りバントで郡司がもう絵に描いたようにタイムリーヒット、はい、でエラーを誘い、タミヤがホームラン打った瞬間それと分かる素晴らしいホームランやった。ディーリングヒッターですよ今やパリーグの。でこのイニング4点よ。結構これでベイスターズの心折れ加減になったと思う。で4回にはワンアウトから牧宮崎佐野と3連打で、そこで満塁、その佐野の外野オーバー、ライトオーバーの時に、マンチューが、取れるんですよの取れる振りからのクッションボールで、ランナーをサードに食い止めた。あれ、普通に、抜けてて、あれ、セカンドランナーの牧が普通にスタートしていたら、この試合どうなってたかわからないぐらい。実は地味なんだけど、万波の取れそうな振り。まあ、あれが、ベイスターズの追加点ね。追いかける得点の最少失点に抑えれる要因になったっていうことやね。まだまだ取られたらすぐ取りたいファイターズ打線。はい、4回、野村 J、レフト前。バットの出が良くなってきた。あと豪快さやね。豪快さがあったらもう、チームの中で欠いてはならない存在になると思う。そして送りバントの後、水谷が、ここが何がすごいか、僕ら後から VTR 見て、あれフェンスの向こうの手すりに当たってホームランやって言いますけど、もう結果過ぎたことなんですよ。これ覆ることはないし、でも次の打席で打った瞬間それと分かるホームランで打ち直すとこ、これがプロ初ホームラン。ギリギリ入りそうで入らなかった、よく幻のホームランって聞くでしょ、まあ、その幻のホームランがその後ずっと打てなくて結果ホームラン打てない選手だっているんですよ。かつてオリックスにモレルっていうバッターがいて、仙台やったかな、誕生日で移籍初ホームラン、
しかも2打席連続ホームラン、雨でノーゲームってあったからね。そのホームラン日本のも消えてるはず。多分そんなこと事件があって、結果日本でやっぱ成績残せんかったからね。そういった意味では水谷は持ってる。でファイターズの水が合っている。水を得た魚のように大活躍やんか。でそこから5回にも、水野のまたまたのタイムリースリーベースで追加点。これ勝負あるやね。ほんで福島蓮は7回を投げて、ちょうど100球か、2失点。うん、素晴らしい。プロ初勝利となりました。おめでとう。ほんでおかげで矢沢がマウンドに上がりやすく、こういう時調子を上げたいピッチャーをマウンドに上げることができるんですよ。チーム事情の調子、チームの調子も上げるべく、イニングに費やすことができたファイターズが、ただただ勝利しただけじゃなくて、矢沢ザバラの、投球、頭の中のピッチャー感覚を豊かにする、そういう時間を詰めたっていうことやね。いや、しかし、昨日、一昨日ね、1点差で4対3というクロスゲームを落としていた。2試合連続よ。うん。しかも、田中正義や川野頼みの綱が打たれるっていうような悪い方のトピックスも存在した。その試合の後に、今日はいい方のトピックスだらけやもん。ヒーローとなった福島蓮、そして、水谷、ジャッシー、この二人初物尽くしやね。初ホームラン、ほんで片や初勝利と、もう皆がおめでとうっていう空気で、もうエスコンフィールドがすごく包まれた。で読んであったら、 HTV の谷口アナウンサーがエスコンフィールドで初めてのヒーローインタビューやって、今シーズン初、エスコンフィールドで初って、なんか初物だらけやったね。でね、忘れちゃいけないのが、タミヤ・ユア、今日ツーベース2本とホームラン1本、長打力もある、頼れる5番バッターになってるやん。マルチネス今日ノーヒットよ。それでも4番のマルチネスがノーヒットで、これだけ得点が芳しいのは、タミヤの存在が実はスコアブックですごい反映されてるね。タミヤと僕がこの開幕ダッシュの成功の一番のポイントに挙げてる水野、スリーベース、タイムリースリーベース2本だ。これ1試合で3スリーベース、タイムリースリーベースとかなってたら、なんか川上哲治さんなどなどのあらゆる強者のメンバーと、肩を並べる記憶になったとかね。うん、なんかそういうサイドメニューもちらほら見えながらの今日野球中継やったんやけども、まあ、試合が優勢に、ファイターズ優勢に進んでいて、そして北海道ローカルのファイターズの、応援放送となってたんだけど、そこでね、今日伊藤芳雄さんと一緒にやったわけよ。ほんで試合前にはイベントでモーニング娘。の牧野まりあちゃんと、ファーストピッチの対戦があり、そしてまりあちゃんに花を添え、花を持たせ、で始球式を譲り、まりあちゃん今日2球投げてんね。ほんでまりあちゃんがゴールドのグローブ、岩本プレゼントさせてもらったやんか。なんか誕生日にね、いつもね、岩本さんおめでとうございますなんて気遣ってくれるし、始球式やることがあるって聞いてたんで、僕のね、高校の時の後輩のね、元オリックスのフロントにいた人なんだけども、彼がグローブを作る会社を立ち上げて、で職人抱えて、彼自身も時々作ったりするのかな、そういうグローブを作る会社を作り、そこから牧野まりあちゃんに、もしよかったら使ってくださいよ言うて、プレゼントやんか。橋渡ししただけ、素晴らしいゴールドのグローブ見てあげて。ここに映ってるこれ、なんかほんでマリアちゃん曰く、ゴールドのグローブが色聞いたのよ。ほんでゴールドがいいですっていうから、なんでかなと思ったら、なんか沖縄でゴールドマン見たと。沖縄でゴールドマン見た時にゴールドのグローブが、なんていうシャレが聞いてるやんか。今日はね、なんかファイターズファンの人からすると、全てのことを肯定して冗談まで言える、なんかそんな一日になりましたね。3連戦勝ち越すことはできませんでしたけども、気分よく次のカード広島に乗り込むことができるんじゃないですか。ファイターズまたまたの躍進、そして山崎幸也またバッターボックス立つんでしょ。そういうのもロックンやで。お疲れさんでした。毎度お気に入り。